じでした。富山さん。それはその大変だったね。はい、富山さんやあこちゃん、市ヶ谷さんにものすごく迷惑をかけてしまいました。そんなことないよ。みんなもびっくりしただけで、きっと迷惑なんかじゃなかったと思うよ。それに結果的にアリサちゃんとの距離は少し縮まったんじゃないかな。そうですね、かなりの荒療治だったみたいだけれど。予想外のこともたくさんあったみたいだけど、みんなでファミレスなんてすごいチャレンジだったよね。はい、ありがとうございます。まずは昨日のことをちゃんと謝らないと。話はそれからですよね。私、生徒会室の資料整理に行ってきます。うん、頑張れ、ミンコちゃん。市ヶ谷さん、昨日はごめんなさい。いやいや、謝らなきゃいけないのはこっちですって。かすみにもちゃんと言っときますんで。あいつ本当ああいうとこあって、私もよく振り回されてるんですよ。だからその昨日のことは本当に気にしないでください。はい、ありがとうございます。ちゃんと謝れたけど、結局気を使わせちゃったかな。やっぱり昨日のこと相当気にしてるんだろうな。すげえ気を使われてる気がするし。よし、まずは失敗談で軽く場を和ませて。聞いてくださいよ、凛子先輩。実は私、今日授業中にうとうとしちゃって、途中からノートじゃなくて机にメモ取ってたんですよ。え、机に？はい、おまけにそれに気づいたの昼休みに入ってからですよ。いやー、あの時は焦りました。それは大変でしたね。机に書いた文字ってすごく見えづらそうですし、せっかく書いたのに。ノートにはちゃんと書き写せましたか？はい、大丈夫です。なんとか全部書き写せました。そうなんですね、よかった。和むどころか真面目に心配されてる。凛子先輩、いい人すぎるだろ。凛子先輩は授業中うっかり寝ちゃったりとかしないですか？寝ることはありませんが、うとうとしてしまうことはあるかもしれません。日差しが暖かくて、つい。わかります、なんだか眠くなりますよね。はい。会話が続かねえ。前にリサさんに教わった時はうまくいったんだけどな。私にはまだ応用は無理ってことか。市ヶ谷さん、すごく気を使ってくれてる。でも私、うまく返せなくて、少し気まずくなっちゃってるよね。このままじゃ何も変わらない。みんなに手伝ってもらってるんだから、もっと頑張らないと。